はい、皆さんこんにちは、アンジです。いつも動画見ていただき本当にありがとうございます。今回はですね、骨盤を整えて痩せやすい体を作る方法ですね、お伝えしていきたいと思います。僕もですね、実は8月の下旬からですね、水泳をやるようになって2週間なんですよ。で、2週間でね、僕実はですね、体重がですね、過去最高70キロオーバーやったんですよね。で、ちょっとやばいなと思ってたんですけど、あんま気にしてなかったんですけど、まあ、スイミングっていうのをする習慣を作ることによって、もう一瞬で3キロ落ちたんですよ。で、僕はやっぱり体の使い方って基本良くないと効率的に落ちないなと思ったんですね。で、僕が今過去最高の体重になりながら過去最短で痩せたんですね。で、まあ、今もどんどん痩せていってるんですけども、それをですね、今基本的に考えていくとですね、やっぱ骨盤を整えるとですね、確実に痩せるっていうことが自分の体で体感しました。で、今回ですね、骨盤を整えていくっていうことをですね、習慣づけていけば、あなたがどんな運動をしてるですね、効率よく最短で痩せれると思いますので、そのまずベースとなるものですね、骨盤を整えていくシリーズをちょっと当分作っていきたいなと思いますので、ぜひねやっていってほしいと思います。で、まずはですね、骨盤を整えていく、今日できたら3つぐらいやりたいなと思ってるんで一緒にやっていきましょう。で、これはですね、やっぱり40代50代の方はですね、ぜひやってほしいと思います。で、やはりですね、これから僕たち、その僕まさにもうアラフィフにのしかかろうとしてるわけなんですけども、今やっておかないとですね、日々どんどん自分の体ってこう老化していくわけなんですね。今のうちにその老化のスピードを食い止めないとですね、後で、もう太ったり、ね、したらえらいことじゃないですか。取り返しづらくなっちゃうので、今のうちやっていきましょうってことでやっていきます。はい、で、まずですね、右足をですね、左足を伸ばして右足を曲げます。曲げて、このかかとがですね、ちょうどこの左の鼠径部、骨盤に乗るようなイメージにしてください。はい、で、このままですね、前に倒れます。前に倒れたときに、ずっと顔を床につけるぐらいの感じにしていただいて、このままですね、上半身の体を脱力して、だらーんとして、今、かかとにですね、右のかかとにですね、この足の付け根が乗っていると思うんですけど、これを意識できるぐらいまで。体重を全部もう床に預けるようなイメージですね。で、このままですね、骨盤をこう左右に振ったりとか上下に振ったりとかして、これで20秒キープです。何もしなくてもいいですけども、余裕があったらこう左右振ったりとかしてもらって結構なんで、やってみてください。で、これが20秒いきますね。よーい、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。はい、 OK です。で、このままですね、足はそのままで上半身だけを、手をこう床につけてですね、天井を見るようにしてください。顎を上に上げるような感じですね。はい、で、ここはですね、骨盤のこのポジションがですね、キューンとこう痛気持ちいい時にポイントが来ると思うんですけど、そこでですね、20秒キープ。はい、いきまーす。よーい、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、11、18、19、20。はい、 OK、 戻してください。こんな感じですね。はい、で、頑張って慣れてきたらですね、どんどんこう反らすのもできてくると思いますんで、やってみてください。で、これ無理ね、人の個人差があると思いますんで、ここは痛みが出た場合はですね、ちょっと緩めてですね、これぐらいにしてもらって、こう顎を上に上げるっていうのをですね、やってみてください。これ20秒ですね、それぞれやってみてください。で、次反対の足をやっていきたいと思います。はい、こうですね、はい、で、この時にですね、やっぱりこのお尻のこの付け根であったり、横のね、この筋肉、太ももの横のね、ところも伸びていくと思いますので、これもね、やりながら、自分の体のね、痛気持ちいいポジションを自分で調整しながらやってください。で、このまま体重を預けます。はい、ダーンと。ああ、いいですね、骨盤がこう整っていく感じがしていくと思います。結構ね、これね、
楽ですよ、こんなにできたら。でこのまま20秒キープしてください。で余裕があったら 腰とか骨盤を横に振ったり上下に振ったりしてですね、動かすのもやってください。ではいきます、よーいスタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。はい、 OK。 このままですね、次手をです、ね、床につけて頭を上に持っていきます。で顎を上に上げて、これでですね、痛みの出ないところまで行って、痛気持ちいいポイントで押さえ止まって20秒いきますね。よーいスタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。はい、 OK です。かなりいいですね。これをやることでですね、股関節の可動域であったりとか、股関節の動き、まあ、骨盤の動きですね、これがスムーズに動いてきますんで、ぜひこれをやってください。はい、よろしいでしょうか。でこれがまあ一つ二つですね。でもう一つやっていきたいんですけど、これもね、僕以前やったかもしれないんで、これもちょっと押さえておきたいなと思いますんで、まあ、復習がてらやっていきたいと思います。足を、左足を前に90度、右足を後ろに90度ぐらいですね。これはですね、自分の膝の痛みだったりとか、この腰の痛みをちょっとこう調整してもらって、なるべく90度ぐらいにしてください。でこれをですね、骨盤を寝かして立てて、寝かして立ててということですね。これやっていきたいと思います。でこの時意識していただくのは、こう自分の手でですね、こう骨盤をこう動かすような意識で、ね、してください。でこれもね、20回やっていきたいと思います。ではいきます、よーいスタート。1、2、3、4、5、6、7、伸ばすときはね、もう胸を張るぐらいの気持ちでね、やってください。8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。はい、 OK です。これをすることによって骨盤の動きを動かしやすくなるっていう方法ですね。これをぜひ 20回ですね、やってみてください。で次反対の足やってみますね。はい、こんな感じですね。はい、これも押さえてこういう感じですね。はい、ではいきますね。20回よーいスタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。はい、 OK です。はい、戻してください。かなりですね、やっぱ骨盤を意識することによって痩せやすくなります。僕もですね、スイミングっていうものをやりながらですね、骨盤の動きであったり胸郭の動きっていうのを意識しながら泳ぐだけではですね、もう全然効率よく痩せれるんで、ちょっとね、自分でもね、ちょっと暴飲暴食ありかなと思っちゃいましたけど、まあしませんけども、そうやって簡単にですね、骨盤を整えた確実に痩せるっていうのは自分で体現できたんで、これね、お伝えしたいと思います。で最後ですけども、これです、仰向けで寝ていただいて、足首ね、左手で左足首、右手で右足首を持ちながらですね、倒していくってやつですね。こんな感じ、はい、これをね、片方ずつで10回、まあ、20回やっていきたいと思いますので、いきます、よー、左からいきますね。よーいスタート。1、2、3、4、
9、10、OK、いいですね。これはですね、今往復で10回やったんですけども、もうぜひですね、これもたくさんたくさんやってほしいと思います。やることで今僕がですねやって、あなたもやったと思うんですけど、太ももの付け根でピーンってこう伸びてくると思うんですね。でこれがですね、いわゆるデスクワークで座りすぎている方がなりやすい症状なんですよ。でずっと座ってるとですね、太ももの上の筋肉ってこうね伸びたままというかですね、動いてない状態なんで硬くなりやすいんですね。で硬くなりやすいから、この太ももの前の筋肉がもうもっこり盛り上がったりする方が非常に多いんですね。で今の運動することによって骨盤が動くから、この太ももの上の筋肉がですね、そんなに盛り上がらなくなってきますので、ぜひですねこれを一緒にやってみてください。はい、まあ、今回ですね、骨盤を整えて痩せやすくする体作りということでやっていきました。でまたですね、この動画が好評でしたらですね、また続編であったりとかやっていきたいと思うんですけども、もしよかったらいいねのボタンもぜひよろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。さよなら。